エバーグリーンの松本です。定型発達のお子さんだろうと、グレーゾーンのお子さんだろうと、発達障害の診断がついたお子さんだろうとね、それに関わらず教育の基本というのは変わりません。教育の基本というのは発達を鑑みた上で、そのお子さんの目標をはっきり明確にして、でそれを達成するためにできるだけ早く、できるだけ具体的に動くってことです、ね。で、まずそのですね、目標を明確にするっていうところで、なんだろう、自分のお子さんができないんだよな、うちの子もう全然できないんだよなって、できないことでお悩みであれば、まずはその目標、課題がお子さんに合ってるかどうかっていうのをもう一度よく検討してみてください。はい。例えば私が受けた相談だと、小学生の低学年ですよ、1年生とか2年生の段階で、例えば、そのお子さんがね、春休みとかそういう長期的な休みの時に、自分で春休みの過ごし方の計画を立てて、その通りに過ごせないっていうことを、お悩みになってるお母さんがいらっしゃいました。でもそうやって長期の休暇の時に長期的な目標とか計画を立てて、ね、自分でですよ、でそれをその通りに達成していく力っていうのはやっぱ、普通は高学年とかの課題ですよね。難しいですよね、そういった課題って。あとは何だろう、うちの子は本当小学生で、うちの子本当空気が読めなくてみんなに嫌われるんですとか、またそういったお子さんにできるサポートっていうのはあると思うんですけど、本当に空気を読む力っていうのは何だろう、中学生ぐらいでいろんなことを失敗したりしながら学んでって、中学卒業するぐらいに獲得できてれば十分なんじゃないですかね、高校生ぐらいって。だからそういうふうにですね、なんかこう親の都合で、これできて当たり前っていうふうに課題を設定しちゃうと、どうしても、お子さんに合ってなくて、なんでできないんだろうって悩んでしまうケースが増えると思います。で、課題設定、目標設定のコツっていうのはここに書きましたけども、ちょっと頑張ればできることっていうのを目標にすることです。はい、ね。で、もう小さなできた、ちょっと頑張ってできたっていうことを増やしていくっていうこと以外にですね、これ道はないんですね。これをたくさん積み重ねていくんですね。例えば、泳げるようになりたいっていうんであれば、もう本当最初の段階だったらね、もう運動苦手だと仮定すると、まずはプールに入るってこと、しっかり入れただけでも入れたねって、プールに入れたねって褒めてあげる、あとプールを歩けたねって褒めてあげる、もし顔がつけられたら、一瞬でもつけられたら、あ、ちょっとでもつけられたね、すごいじゃん、褒めてあげるっていうのが大事だと思います。縄跳び一つにとってもにしてもですよ、目標を細分化することですよね。縄跳びいきなり跳べないんだったら、ちょっと手をつないで一緒に飛んでみるっていうことをやると、飛ぶだけ、ジャンプするだけ、だジャンプできるねって、次は縄を回すだけの練習をする。そうやって目標を細分化するっていう、目標を細かく分けるっていうのも一つの方法ですよね。私なんか本当塾は勉強するとこなんですけどね、なかなか落ち着きのないお子さんが椅子に座ってこう机の上でこうやってるだけで、おお、しっかり座ってるね、偉いね、勉強できるよこれだったらっていうふうに、まあ大げさにでも思いますね。そういったパフォーマンスって結構大事だと思うんですよね。そういうふうに、ちょっと見方を変えて、まず目標設定のところをしっかりね、ちょっと考えてみてください。で、ちょっと頑張ればできるってことを目標にしていくと、それをどんどん達成していくってことで、そのうち中長期的な目標っていうのが達成されていくんじゃないかなと思います。はい。どうしてもね、
他のお子さんと比べることが、それはまあ夏休みの計画をしっかり立てて達成できるお子さんも低学年にもいるかもしれないですよね。でもそれ比べてもしょうがないですからね。あそこの子はできるんだろう、できるのにとかね、うん、比べることがまあ苦しめちゃうんですよね。あくまでそのお子さん自身の成長ということで見るっていうことをやっていくと変わっていくんじゃないかなと思います。はい、今日は以上です。よろしければチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。